広瀬セ無線電気は電気器具、電気製品を扱う商社。かつてはグループの小売部門が家電量販店事業を営んでいたが撤退し、現在は卸売事業を中心に行っている。本社ビルは中央通り沿いにあり、地下は同人ショップ、メロンブックス秋葉原店、1階は免税店、アッキー2、1から4階はゲームセンター、ヘイ、5階には、 イベントスペースが入居している。以前は、中央通り側に子会社の広瀬商会が運営する、家電小売店、広瀬無線、裏通り側に子会社の広瀬テクニカルが運営する、広瀬パーツセンターが入居し、その後、広瀬無線廃業後の跡地に、広瀬パーツセンターが増床2002年頃、広瀬テクニカルが、広瀬本社ビル2号館に移転。 跡地は一時イベントスペースになった後、2003年11月13日、アッキー2が開店する。2001年4月29日、平和が2から3回のみで開店。4回は、インターネットカフェ、ネカ秋葉原店が2001年6月23日より営業していた。ネカは2006年12月31日をもって閉店し、跡地は、兵が増床。裏取り側の、 広瀬パーツセンター閉店後に広瀬 DVD バンクが開店し2010年10月6日に閉店する。後地には閉が12月17日に増床した。かつてグループ会社の株式会社広瀬商会が広瀬無線の屋号で家電量販事業を行っていた。秋葉原に3店舗展開し秋葉原の老舗量販店として知られたが1990年頃を 堺に家電不況や郊外型量販店との価格競争などにより経営が悪化。1993年10月で店舗を閉鎖し廃業した。同時期には同じく秋葉原の家電量販店新徳も倒産しており、秋葉原の地盤沈下の話題が当時のマスメディアを賑わせた。前世紀では FM 東京でスポット CM を数多く流していた。ありがとうございます。